みんなは兄貴のお仲間なんだね。ありがとう、みんな命の恩人だよ。はじめましてでしたっけ。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、ダルカコスタ地方を訪れたアヤナたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結界を破る力を持つと知ったアイナは、預言者の首飾りで、ベロニカとセーニャが導きの木へと姿を変えるのを目の当たりにする。そして、老主がウラノスに裏切られ、命を落とし、セニカが忘れられた塔で時の番人になったことを知る。預言者は自分がウラノスであることを告白し、邪神の力を吸い取った悪の心がウルノーガンになり、わずかに残った善の心が預言者になったと告げる。一行は神の民の力を借り、忘れられた塔へ行けという預言者の言葉に従い、神の民の里へ向かうのだった。よくぞ戻られたアイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほいー、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ヨッチのあと1個残っとったよね、確か。え、あと1個やったよね。うん。行こうと思う。ちなみにあの神父さんさ、微妙にこのヨッチの気配を、ね、感じ取っとった。勇者様、ヨッチ村に行きたいっちか？じゃあ、わしの力で、早速、レッツゴーだっち。まあ、何かしらがおる気配がするみたいなことを言いよった、神父さん。ただ、その前に、今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっちか？うん、しっかり記録できたっち。それでは、ヨッチ村に、レッツゴーだっち。はい、来た。で、あれよね、次は、立夏の宿屋って言いよったよね、確か。立夏ってどんな子やったっけな？どれだ？石碑には星空の祭壇。立夏の宿屋。はい。行きます。あー、立夏の宿屋ってこれか。なんか、翼の生えた一族のさ、翼のない子やと思っとったんやけど。違うね。この子やろ、リッカ。なるほどね。おった、おった、おった。確かにおった。ここはルイーダの酒場。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。あら、あなた。ちょっと私の話を聞いてくれないかしら。カウンターの裏側から話しかけてちょうだい。はあ。よく考えたら私なんて、ただ宿王の娘に生まれただけの才能のない小娘。こんな私が宿王だなんて、恥ずかしくって死んでしまいそう。もう宿屋なんて続けていられない。どうした？何があったんだ？この宿屋の主、立夏様が突然落ち込んでしまい、全く仕事が手につかないようなのです。主っていうか主かな。心配ですわ。こんなこと今までに一度もありませんでしたのに。どうした？何があった？宿王グランプリで優勝したって聞いたから、わざわざここへ泊まりに来たのに、受付の女がやたら暗くて嫌になっちゃう。それが宿王の娘なんですけどね。立夏ちゃんどうしちゃったんだろう。このところずっと暗い顔してるから、なんだかこっちまで元気がなくなるよ。と、結構通いよる感じか？この辺別に何も調べれない。お、アイナは本棚を調べた。これは読んだものの性格を変えることができる不思議な本のようだ。あ、なんかそんな感じの本あったね、昔。今もある？アイナはおてんば辞典を手に入れた。必要な時に使おう。おてんば辞典ってなんだ？どういう時に読むもの？隣にいるリッカって子は私の古い友人の娘で、かの宿王グランプリで優勝を果たすほどの才能がある宿屋人よ。宿屋人？宿屋人？だけど最近様子がおかしいの。一番大切な宿王としての誇りを忘れてしまったみたい。彼女を元に戻すには、王としてのあり方を解くような本を読ませてみるのがいいんじゃないかと思って。あ、今のおてんば辞典みたいな感じで？というわけで、あなたには立夏が宿王の誇りを取り戻せるような本を探して持ってきてほしいの。どんな本？引き受けてくれるかしら？もうタイトル見たらわかる感じかな。はい。ありがとう。私、人を見る目には自信があるの。あなたならそう言ってくれると思ったわ。私の勘だけど、王のあり方が書かれた本は、騎士道を重んじるような国にあるはずよ。
この世界では聞いたことないけど、もしあなたの世界にそういう国があるなら、そこのお城で本を探してみてくれないかしら。お城？国？デルカダールか？あれ？騎士道を重んじる。え？デルカダールかな？でもなんかあれじゃない？シルビアさんのお父さんがさ、結構騎士道がどうたらこうたらって、あれ？寄らんかったっけ？いやでもあれか、結局、デルカダールなんかな。だってあの町に、ないもんね、お城。で、シルビアさんとグレイグがもともと同じところで、ね、修行しよったみたいなこと言ったけん、やっぱデルカダールってことよね。てかさ、なんかこないだの、ニマ大使が生きとったやん。なんかあんな感じでさ、いろんなところで、なんていうん、イベントがあったりとかするんかなってちょっと思いよんやけど、デルカダール城。この時が巻き戻ったことによって、ね。いろいろと変わったというか、何かあるんじゃない？ニマ大使はあれ死なずに済んどるってことやろ？死なずに済んのかな？この後死ぬんかな？結局。え？老衰あれ？ちょっとよくわからんけど。でも結局あれは、あれよね、世界中が落ちたことによってなんか力を使わんといかんくなったけん、それで死んだんよね。最近この城の中を奇妙な黒い影がさまよっているという報告が続き、ちょっとした騒ぎになっているのです。奇妙な黒い影。危害を加えてくる様子はなさそうなのですが、かといって正体も一向につかめず、城の者たちの間で不安が広がっています。今も城の中庭に現れたようでして、庭師とメイドが逃げていきましたよ。逃げてきましたよ。あの影は一体何なのでしょうか？ほら、なんかちょっとしたイベントがあるんやってなんか。全体的になんか回ってみたいよね。中庭？中庭って？こっち？外ってこと？こっちに庭ってあったっけ？ないよね。で、ちょっととりあえず、出てみますか。城の中に庭があったのはあれか、ユグノア城か。なんかいい感じの庭があったよね。え、どこ？え、これはあれよね、庭、え？庭なの？一応あれか、まだ城下町ではなくて城前広場とはなっとるね。あ、なんかあっちに話が聞ける人がおるっぽい。どこ？この辺りかな、中庭。クエストやん。ん？お主できるな？その物腰から数多くの戦いをくぐり抜けた強者の匂いがプンプンしてくるわい。まあね、時まで遡ったけんね。わしは武人や強者の話が大好きでな。世界中にいる古今東西の強者についてあれこれと噂を集めておる。じゃあ私の噂もきっと聞いたことあるはずよ。全く世界とは広いもんじゃ。なんと魔物の中にも名だたる武人に被験する無双の勇士がおるというではないか。その名をアスタロト。小結び山地の南の高台に住むという、セルギーナスたちを支配するものじゃ。何を言ってんだか全くわからねえや。わしは知りたい。アスタロトというものが、どれほどの強者なのかを。お若いの、アスタロトと戦い、その強さを教えてくれんか。デルカドール城下町にいる老人に、小結び山地の南の高台にいる無双の勇士であるアスタロトを倒し、その強さを教えてくれ、と頼まれた。戦場さまよいし無双。ふんふん。ふん。やってくれると思っておったぞ。では、アスタロトについて、わしが知る限りのことを教えよう。アスタロトと出会うためには、まず、小結び山地の南の高台にて、己の部を示す必要がある。どういうこと？なんか条件がある。奴の部下であるセリゲーナスたちを何体も倒し、強さを示した者のみが、ようやくアスタロトに出会えるそうじゃ。そういうことね。見事、アスタロトと刃を交え、勝利した暁には、わしに報告に来てくれ。お主ならやれる。信じておるぞ。クエスト、戦場さまよいし無双を引き受けました。ん？アスタロト気になるわい。そんなにか。ん？この人か。何やってんだ？そこで道具屋をやっていたデクさんが王国の外で魔物にさらわれたんですって。奥さんもかわいそう。マジで？そこ結構重要人物じゃないの？はあ、お助けください、勇者様。夫のデクが魔物にさらわれてしまったのです。
これさっきの城の中の話と通じとんかな。こうなっては頼れるのはあなた様だけ。夫は医師の村にあるという神の岩の方へ連れて行かれました。お願い、無事でいてあなた。ほー、これのこと？庭がどうのこうのと言っていたのは。ちょ待って、とりあえずさ、一旦一旦ね一旦本を探させてくださいまし。こっちの部屋あった。これはロトゼタシアの地理国家編という本だ。ロトゼタシアに存在する大小様々な国家の中でも、各地方を治める5つの国家は五大国と呼ばれ、人々の尊敬を集めてきた。歴史深きユグノは、不動の強国デルカタール。騎士の国サマディやん。美しき雪の都クレーモラン。そして花と芸術の王国バンデルフォン。これら五大国は定期的に五大国会議と呼ばれる協議会を開催して、諸問題に向き合い、世界の国々を導いてきた。なるほど。ここじゃない。サマディだね。騎士の国。イエーイ、金塊ゲット。勝手にお城から金塊持っていくけど大丈夫？イエーイ。さあ、サマディに向かおう。全然デルカダールじゃなかったわ。くっそ時間を無駄にした。てかさ、ま、いっか。でも、医師の村の気になるな、デク。とりあえず行く？とりあえず医師の村に来ましたけど、うわぁ、荒れてんなぁ。あ、そっか、あれか。もうすでに、焼き払われた後なんやっけ。ホメロスが来てみたいなこと言おったもんね。で、その後、城に保護されとったんやろ？この教会が残っててよかったよ。ここはみんなの心の拠り所だからな。亡くなったらみんなが悲しんでいたよ。今は復興中って感じかな。あ、とりあえず、自宅の近くに誰かおるな。誰だ？どっちだ？ん？こっちか。あの橋渡ったところってことかな。自分の村なんやろうけど、全く帰ってくることないけんね。確かに村は焼け落ちたけど、私たちはみんな生きてるんだもの。何回だってやり直せばいいのよ。あんたが育ったこの村の人たちはね、みんな諦めが悪くてしぶといの。絶対にへこたれたりしないんだから。強いね。いいと思う。自宅はどれですかね。あ、この上、おりやん。お、あんなところによっち。まあ、話しかけれんタイプやけど。お帰りやいな。もしかして私たちの様子を心配して見に来てくれたの？いや、違うの。デクを探しに来たの。さすがに丸焼けになった石の村を見たときは、私も村のみんなも随分と落ち込んじゃったわ。めっちゃなんかタラタンにニコニコしながら上目遣いしよるようにしか見えんけど。だけどいつまでも落ち込んでばかりじゃ何も始まらないし、みんなで力を合わせて村を復興させようって頑張ってるの。とはいえ村の人だけじゃ人手が足りなくて手伝ってくれる人を募集してるんだけど、なかなか集まらなくて困ってるのよ。あ、そうだわ。いいこと思いついた。ねえねえ。あなたなら世界中のあちこちに知り合いってたくさんいるはずよね。まあ。あえな、あなたの知り合いから石の村の復興を手伝ってくれる人を探して、村まで来てくれるよう頼んでみてくれない？おー、なるほど。これは数人おる感じかな、世界中に。やったー、ありがとう。それじゃあ村に来てほしい人のこと、詳しく教えるね。え、何？指定される感じ？まずは復興に必要なものを調達してくれる商人さんが必要ね。デルカダールの大商人。デクさんみたいな人がいれば心強いな。いや、そこを探しに来たんですけど、私。次に来てほしいのは村の用心棒。グロットの町にいる覆面レスラーなら、こわもてだし、用心棒にぴったりだと思うわ。これさ、あれよね。どれやった？ドラクエ7か？移民の町みたいな。私、ああいう人を集めて、町が発展していくみたいな、ああいうの好きなんよね。面白いよね。どんどんなんか、発展していくのいいと思う。それから物知りな人がいると助かるわ。ホムラの里に凄腕の情報屋さんがいるみたいだから、声をかけてみてくれる？ふんふん。
ホムラの里の情報屋さん。最後は村のマスコットキャラクター。そんなものまで。雪国の森人らしい、ゆるい感じの聖獣に、なんとか協力をお願いできないかな。ゆるい感じの聖獣ってなんだ？そういう人たちを旅先で見つけたら、声をかけてみて。全員が村に来てくれれば、きっと石の村は復興できると思うの。めちゃくちゃ細かく指定してくるね。自分で何見てきた？直接。それぐらいめっちゃ指定してくるけど。お帰りあゆな。よく無事に戻ってきたね。母さんそれだけで嬉しいよ。あ、一応寝泊まりはできる感じか。ご覧のありさまだけど、ベッドだけならなんとか無事だよ。疲れたでしょ？休んでおいき。ありがとう。別に疲れてなかったけど。お、日が暮れている。おはよう。朝だよ、あゆなや。朝なのこれ。さあ、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないよ。夕焼けじゃなくて朝焼けってことかな。で、デクはどこなんすかね。いないの？なんだこれ、ど真ん中に。風切りの羽。他に全然なんもないやん。みじんもおらんくない？なんかあそこ鍵開けれる場所あるね。そっか。そういう鍵開けれるような場所ってさ、あれよね。なんか、冒険の初期の方とかにあったりするよね。人んちのものかっさらってく。綺麗な枝。いらなかった。私神の民の里で最後の鍵を手に入れたけん。全部の鍵開くんかな？いける？これどこに繋がっとるやつ？どこにも繋がってないんか別に。行き止まり？魔法の鍵で開いたわ。最後の鍵じゃなくても開いたわ。多分こういうの私全然開けてないんよね。人かと思った。めっちゃ人立っとんかと思った。癒しの腕は、おーすごいね。滝の裏側に出てきとるよ。んで、デクは？石の村って言ったよね。あれかな？どこやった？神の岩の方に行けばいいんかな？とりあえず向かってみますか。石の村っていう単語が出てきたけん。まあ、おそらく、ここから行けるどこかなんやとは思うけん。連れ去られたんやとしたら、神の岩の方しかないよね、もう。とりあえず向かいます。あと、こうやってさ、なんか、いろんなとこ行きよったら、また、ヨッチがおるんじゃないかなと。そういう期待も、あるんよね。神の岩、ふもと。びっくりした。何が来たんかと思った仲間か。焦るー。別に、でもこういうところになんかヨッチおりそうよね。壁になんか書いてある。おっと、おる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 。え、またヘルコンドリアン。誰か助けてよ。来たよ、来たよ。これに連れ去られとったんやね。兄貴？これこのまんま、医師の村に、追ってくれるんかな。でも一応奥さんに報告せんといかんよね。強くなっとんかな、このヘルコンドル。くけー。ヘルコンドル、ジャが現れた。ジャってついてるけん、多分強くなっとんやな。あの頃はついてなかったはずやけん。イェーイ、攻撃力アップ。お、一発ではいけんねやな。ペロニカ結構なダメージ受ける。頑張れ、頑張れ。ん？キラキラしよるけんなんかと思った。ツタか。おー、マルティナ。頑張れ。ありがとう。私が回復した。あれ？勝手に回復するんやっけ？今私ポチポチ押しよるだけな気がするけど。お、結構体力多いね。おー、まだなんや。うわ、回復までする。やめろよ。まあ、回復以上に圧倒的に攻撃はできてるんですけどもね。別に攻撃自体はね、そこまですごいってわけでもないんやけど、体力めっちゃ多いな。おお、いけたいけた。ヘルコンドル、ジャオやっつけた。神の
兄貴、久しぶりだよ。私、商談出かけたら魔物にさらわれて、こんな場所まで。一人で心細かったよ。みんなは兄貴のお仲間なんだね。ありがとう、みんな命の恩人だよ。はじめましてでしたっけ？え、はじめましてでした？命を助けてもらったんだし、何かお礼をしないとダメだよね。よーし、これをもらってよ。あれは前の世界での話なんやっけ、あったのは。アイナはアレキサンドライトを手に入れた。安心したらなんだか疲れちゃったよ。私しばらくここで休んでるよ。え、私に頼みがあるの？おー、そのまま続けて。石の村の復興に協力してほしいって？もちろん構わないよ。助けてくれた命の恩人に頼みなら、私何でも聞いちゃうよ。これあの時エマに話しかけてなかったら一旦変えられとったんかな、普通に。デクは喜んで石の村に向かって行った。休憩してから行くんじゃなかったんかい。え、奥さんは？